フランス革命の政策初版の表紙。現在は、リフレクションズ・オン・ザ・レボリューション・イン・フランス、アンド・オン・ザ・プロシーディングス・イン・サーテン・ササイアティス、イン・ロンドン・デラティブ・ツー・ザット・イベント、イン、エーレター・インテンデッドツー・ハブ・ビー・ンセント・ツー、エージェントル・マイン・パリ、バイ・ザ・ライト・アン・ラブル、エドマンド・バーク。フランス革命の政策は、エドマンド・バークの著作で、フランス革命への批判がなされている。 1790年11月1日出版。保守主義の聖典、反革命への福音書とされる。1789年11月、バークは、メスケン知事の息子で、パリの高等法院に席を持つ、フランス人青年シャルル・ジャン・フランソワ・デューポンから手紙を受け取る。革命側の国民議会の支持者となっていたデューポンは、かつて父と共にバークを訪ねたことがあり、 それ以来バークを自由の投資として尊敬していた。そのため自由の名に値するフランス革命と新しい祖国のため働いていることに対して手紙を求めたのである。これに対してバークがしたためた長文の手紙が後のフランス革命の政策の骨子となる。七百九十年一月にバークが第二の返信をしたためているときユニテリアン牧師リチャード・プライスのロンドンの 革命協会における説教、祖国愛についてを読み奮撃し、同年11月の制作の出版に至る。この経緯は本書の副内、その事件に関するロンドンのある教会の行為について、パリの紳士に送ろうと意図した手紙においてに現れている。上述した誕生の経緯から、制作は指摘書簡という形式で書かれており、冒頭において、 名誉革命の本質を明らかにしつつ、プライスへの攻撃がなされている。ここでバークは、プライスの名誉革命において、民衆は統治者を選ぶ権利を手にしたという主張に、対し、権利焦点を引きつつ名誉革命においてイギリスは、世襲的多い継承を選択したと主張し、フランスにおける革命との違いを強調している。残りの大部分は、フランス革命への批判。 そして革命が今後どのような経過をたどるかの予測である。政策には、時効の憲法などバーク哲学の主要概念が述べられており、文明社会、法の支配、伝統、監修、相続世襲制度、偏見、教会などの中間組織、私有財産権の用語が主張されており、それらを破壊するフランス革命への非難がなされている。また、理性主義、平等主義、 民主主義などへの反駁もなされている。後半では革命が今後たどるであろう経緯を予測しており、終わりの部分では最終的落着を見る前にフランスは人地によって浄化されるべき転生を通り抜けなければならないと述べられている。トマス・ペインはこの本に反駁する形で人間の権利を表した。ありがとうございます。